B ・ファーストの初アリーナツアー成功温泉グランピングでの特別な一夜を振り返る B ・ファーストの7人が描く未来 B ・ファーストの絆が深まる温泉グランピングキャンプファイヤーの焚き火が揺らめく中 B ・ファーストの7人が楽しそうに笑い合っている光景が広がっていた彼らは初のアリーナツアーと成功を収めたドーム公演を終え 一息つくために温泉付きのグランピングに来ていた。この日は、特別な一日だった。グループの各メンバーが、それぞれの個性を発揮しながら、バーベキューを楽しむ様子が微笑みましかった。いつも静かなジュノンが料理の時にはさっそうと動き、自然と細やかな配慮ができるそうだ。押しと引くタイミングを分かっている領域や周りの動きを掌握しているマナと安心感を与えるレオ。 弟が好きで兄たちに甘えたい俊と、そしているだけで癒しの龍兵。彼ら7人が集まると、どんな場面でも楽しそうに見えるのは不思議なことではなかった。焚き火のそばでジュノンが塩を振る姿が目立っていた。その姿は、まるでマスターシェフのように堂々としていた。ジュノンは、実はこうした場面ではリーダーシップを発揮することが多い。彼が塩を振るたびに、 他のメンバーは微笑みを浮かべ、時には声を出して笑っていた。両輝が、俺何もできないからこれくらいやらせて、とお願いし、ジュノンが、やって、何もできないから、と答える。そのやりとりの中には、兄弟のような絆が感じられた。その一方で、ソータがアワビを焼きながら、ごめんね、と優しさを見せる姿もあった。ソータの細やかな配慮は、 常にグループの和やかな雰囲気を作り出していた。彼のそうした態度は他のメンバーにも影響を与え、全員がリラックスして楽しめる環境を整えていたのだ。涼樹は時折突然歌い出すことがあり、その場を和ませる役割を果たしていた。涼樹の歌声は焚き火の音と混ざり合い、夜の空気に溶け込んでいった。ジュノンが涼樹を見つめる姿は、 兄としての誇りと愛情が感じられた。両旗が料理の場面ではポンコツになる一方で、そのユニークなキャラクターが周囲を和ませるのだ。シュントが、ねえねえジェー助けて、と大きな声で叫ぶ場面は、特に印象的だった。シュントの可愛らしい姿に、他のメンバーは微笑み、ジュノンは頼りになる兄のように助けに駆けつけた。その瞬間、彼らの絆が一層深まるのが感じられた。 マナトは、周りの動きを掌握しながらも、独特なワードを使って会話を盛り上げることが多かった。彼の言葉選びにはセンスがあり、他のメンバーはそれを楽しんでいた。彼の存在は、グループにとって欠かせないものであり、常に安心感を与えていた。竜平は末っ子らしいムーブで、みんなの癒しとなっていた。彼が本気で末っ子の役割を果たしている姿は、他のメンバーを笑顔にし、 その場の場雰囲気を一層和やかにしていた彼の存在はグループ全体にとっての癒しであり欠かせないものであったこの日のバーベキューではさまざまな出来事があったがすべてが彼らの絆を深めるものだった純音が塩と胡椒を振る姿や蒼太が優しさを見せる瞬間猟気が歌い出す場面などすべてが特別な時間を作り出していた 彼らの笑顔と楽しそうな様子を見ているだけで幸せな気持ちになれた。B、ファーストの7人が楽しんでいる姿を見るとファンとしてはその幸せを分かち合いたくなるものだ。彼らがステージで見せる姿とはまた違った一面を垣間見ることができるのはこうしたプライベートな時間だからこそである。その一瞬一瞬が彼らの人間らしさと深い絆を感じさせてくれる。 このバーベキューの夜が終わりに近づくと、7人は焚き火を囲んで思い出を語り合った。彼らの笑い声が夜空に響き渡り、その場にいた全員が一体となって楽しんでいた。その時、マナトがふと俺らに何ができるだろう。今と問いかけた。両機が世間の平和を祈ることと答え、その言葉に他のメンバーも優しく同調した。その瞬間、 彼らの間に流れる深い絆と、共通の思いが感じられた。この夜の出来事は、彼らにとって忘れられない思い出となり、ファンにとっても貴重な一瞬であった。彼らがこうして楽しんでいる姿を見ることで、ファンは一層彼らへの愛情と応援の気持ちを深めることができたのだ。B、ファーストの7人が一緒にいる限り、その絆は永遠に続き、彼らの笑顔はファンにとって何よりの癒しとなるだろう。 この夜の経験が彼らの今後の活動にどのような影響を与えるのかはわからない。しかし、彼らがどんな時も一緒に笑い合い、支え合っている姿を見ることで、ファンはその未来に期待を抱くことができる。彼らの絆が一層深まり、これからも素晴らしい音楽とパフォーマンスを届けてくれることを願ってやまない。このようなプライベートな時間が彼らの想像力を刺激し、 新たなインスピレーションを生み出すことは間違いない。B、ファーストの7人が、これからも一緒に笑い合い、素晴らしい音楽を届けてくれることを、ファンは心から願っている。そのために、彼らの健康と幸せを祈りつつ、次回の公演や新曲を楽しみに待つことだろう。その夜が終わる頃、メンバーたちはテントに戻り、夜空を見上げながら静かに語り合っていた。両気が、俺ら、 ここまで来れたのは奇跡だよなとつぶやき、他のメンバーもうなずいた。彼らが歩んできた道のりは決して平坦ではなかったが、互いに支え合い、励まし合ってここまでやってきた。その努力と絆が、彼らを強くし、今の成功へと導いている。ジュノンは、その夜を振り返りながら、俺たちがこうして一緒にいられるのは、本当に奇跡だと思うと感慨深く語った。その言葉には、 彼らのこれまでの努力や苦労が詰まっていた。他のメンバーもそれぞれの思いを胸に、その瞬間を大切にしていた。両機が、これからも一緒に頑張ろうなと言い、みんなが声を合わせて、うん、と答えた。その瞬間、彼らの絆はさらに強固なものとなった。彼らの目には、これからの未来に対する希望と期待が輝いていた。マナトは、 これからもファンのみんなに最高のパフォーマンスを届けたいと強い意志を見せた。その言葉に他のメンバーも同意し、彼らの決意が一層固まった。彼らの心には、ファンへの感謝の気持ちと、これからも一層努力するという強い意志が刻まれていた。その後、シュントが、俺たちの音楽が、もっと多くの人に届くように頑張ろうと言い、その言葉がみんなの心に響いた。彼らは、 ただ楽しむだけでなく、常に前向きに挑戦し続ける姿勢を忘れない。彼らのその姿勢が、ファンにとっても大きな励みとなっている。劉兵が、俺らの絆は絶対に壊れないと断言し、その言葉に他のメンバーも力強く頷いた。彼らの間には、信頼と友情が深く根付いており、それが彼らの強さの源となっている。彼らはどんな困難にも立ち向かい、 一緒に乗り越えていく覚悟を持っていた。その夜、彼らは星空の下で静かに目を閉じながら、それぞれの夢を描いていた。彼らの未来には、まだまだ多くの挑戦と冒険が待っている。しかし、彼らが一緒にいる限り、その未来は明るく輝いていることだろう。翌朝、早起きしたジュノンが朝食の準備を始めた。その姿を見た病気が、 やっぱりジュノンはすごいなと感心しながら手伝いを申し出た。ジュノンは、お前もすごいよ、両旗と返し、二人の間には暖かな空気が流れた。最後に、この夜の思い出を胸に、彼らがこれからも一層輝く存在であり続けることを願ってやまない。ファンとして、彼らの成長を見守り、応援し続けることが、最大の喜びであり、誇りである。この夜の出来事が、 彼らにとってもファンにとっても忘れられない一瞬であることを願いつつ次の冒険に期待を膨らませる。B、ファーストの7人がこれからも一緒に笑い合い素晴らしい音楽を届けてくれることを心から祈りながらこの特別な夜を振り返るのであった。